スマホは床に置いて膝曲げて座りましょう。足全体を揺らします。手は床ついて OK です。足全体をね、血流良くするイメージです。なるべく大きく振りましょう。後ろを寄りかかっても大丈夫です。呼吸をね、止めないように意識して、なるべく大きく振る、血流良くしましょう。肩をね、力入れないようにして、呼吸を止めないようにしましょう。OK。そしたら次は、膝曲げたままですね。両手で太ももを横から叩いていきましょう。これも思いっきりっていうよりも、まあ血流良くするイメージなので、優しく叩くイメージです。あんまり肩がね、力入りすぎないように意識しましょう。で、呼吸止めないようにしましょう。外もも、あと裏ももあたりもね、叩いても良いと思います。呼吸はね、止めないようにして、後ろやりかかってもいいですからね。よし、オッケー。そしたら次は、そのまま、ふくらはぎ、両手で叩いていきましょう。間違ってもね、すね叩かないでくださいね。ふくらはぎを叩いていきます。僕は軽くグー作って叩いてます。呼吸をね、止めないようにしましょう。これ見たら気持ちいいぐらいでいいと思います。後ろ寄りかかっても OK。呼吸を止めないようにしましょう。基本的にね、ストレッチとか筋トレ、有酸素の前にマッサージやるとね、体全体緩まって血流良くなるので、めちゃめちゃダイエット効果増すので、運動前にはね、おすすめです。よし、OK。そしたら次、右足だけこんな感じでちょっと前に出します。そしたら両手で太ももを挟みます。で、この状態で太もも全体こうやって揺らしていきましょう。膝のあたり、真ん中ら辺、付け根の方、こうやって、両手で挟んで揺らすイメージです。あんまり肩、ぐっと力入りすぎないようにして、呼吸は止めないようにしましょう。膝、多少曲げてて OK です。もっとこうやって曲げてもいいです。で、後ろ寄りかかってもいいです。もう脂肪も筋肉もね、思いっきり揺らすイメージ。呼吸は止めないようにして、あんまり肩、力入れないようにしてくださいね。よし、OK。そしたら、ちょっと膝を外に倒します。で、内ももを両手でマッサージしていきます。こんな感じです。膝のあたりから付け根の方にかけてマッサージしていきましょう。呼吸はね、止めないようにしましょう。上の膝の方から付け根にかけてです。こう心臓に向けてね、血流を戻すイメージです。で、強くやればいいってもんじゃないです。まあ、痛気持ちいいぐらいでね、やるといいと思います。で、こうやってね、肌直接触ってもいいし、ズボンの上からでもいいです。もしくはね、マッサージクリームがあるよって方は、マッサージクリームとかね、オイルを使ってあげても良いと思います。OK。そしたら、膝外に倒したまま、両手でふくらはぎマッサージしていきます。こんな感じです。ふくらはぎを、もうちょっと絞り上げるイメージですね。絞り上げるイメージ。呼吸は止めないようにしましょう。これも基本的に下から上です。基本的にはね、長ズボン履いたりとか、もしくは、マッサージオイルとか塗るとね、滑りやすくてやりやすいかもしれないです。ただこうやって僕みたいに直接肌に対してね、やっちゃってもいいです。ただ女性の方、血管が細い方とかはすごいあざになりやすかったりするので、まあまあ力任せにぐいぐいやらないように、痛気持ちいいぐらいが良いんじゃないかなと思います。OK。そしたら次、一回膝を伸ばします。で、前ももやっていきます。この腕使って、膝のあたりから付け根にかけて、前ももマッサージしていきます。呼吸止めないようにしましょう。痛気持ちいいぐらいですね。もちろんこうやって手のひらでやったりとかしてもいいです。基本的に膝から上にかけて、膝から上に向けてですね、やっていきましょう。で、どっかね、硬いとこ見つけたら、そこを重点的にやってあげてもいいです。なんかね、どうやるのが失敗、成功とか、正しいとかないので、自分が痛気持ちいいぐらいで、硬いとこ見つけたら、重点的にやってあげるぐらいで良いと思います。そしたら次、外ももですね。外ももやっていきます。外ももね、右の手のひらで、こう、膝のあたりから付け根にかけてやってあげると良いんじゃないかなと思います。こう、さする感じでいいと思います。呼吸はね、止めないようにしましょう。痛気持ちいいぐらいで、で、膝のあたりから、もうこのお尻の横あたりまでやっちゃっていいです。まあ、腕使える人はこうやって腕でやってもいいし、手のひらでやってもいいと思います。呼
首上げで止めないようにして、あんまり肩力入れすぎないように意識をしましょう。OK です。そしたら次、裏ももいきます。裏ももは両手でグーって作って、で裏からこう叩くイメージがいいと思います。まあ手で揉んでもいいんですけど、個人的にはこうやって膝曲げたまま両手で軽く叩く方がおすすめです。ただまあね、ストレスが溜まってる時でもあんまり強く叩きすぎるとね、あざになりますので、まあ痛気持ちいいぐらいで、膝裏あたりから、お尻に近いところまでね、まんべんなく叩いてあげるといいと思います。硬いところ見つけたら、そこをね、重点的にやるっていうのは個人的にはおすすめです。で、肩ね、どうしても力入りやすい方、特に女性多いので、肩を力抜いて呼吸を止めないように意識しながらやっていきましょう。もちろん途中サボりサボりやったりとかね、YouTube 再生速度入りますので、再生速度早めたり遅めたりしても OK です。よし、OK。そしたら、足指動かします。右の足指を、手を使ってこうやってしっかり曲げ切る。限界まで反らし切る。しっかり曲げ切る。限界まで反らし切る。これ繰り返していきましょう。これスピード全く重要じゃないです。普段動かさない辺までしっかり曲げ切る。限界まで反らし切る。しっかり曲げ切る。限界まで反らし切る。手使わなくてもできる人はね、これでもいいです。で、理想は僕と同じぐらい、この第二関節がね、これぐらいまで曲がるといいです。ここぐらいまでしか曲がらない人、かなりね、硬い証拠です。よし、OK。じゃあこれで反対行きましょう。そしたら次は左足前に出して、両手で太ももを挟んで、ゆらゆら揺らしていきましょう。膝多少曲げてていいです。もう脂肪も筋肉もね、なるべく大きく揺らす。後ろ、壁寄りかかってもいいですからね。揺らす揺らす。膝のあたりから付け根のあたりまで大きく揺らしていきましょう。呼吸は止めないようにして、あんまり肩ね、力入れすぎないようにしましょう。よし、OK。そしたら膝ちょっと外に倒しましょう。で、両手で内ももマッサージしていきます。膝のあたりから付け根にかけて両手でこうやって揉んでいくといいと思います。痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。で、結構聞かれる質問として、運動の前と後、どっちにストレッチやった方がいいですかって聞かれるんですけど、理想、本当に極論ですけど、理想は前後両方です。体育祭とか運動会って、準備運動と、最後のね、整理運動って両方やりますよね。なんで、理想は前後。で、どっちかだけだったら、運動の前が、マッサージおすすめかなと思います。OK。そしたら次、ふくらはぎ両手で揉んでいきましょう。下から上にね、揉んでいくんですけど、こう、僕は絞り、上げるような、絞りながら、こう、ねじり上げるというか、イメージで、ふくらはぎやってます。下から上に向かってです。呼吸は止めないで、あんまり肩ね、こう、力入れすぎないように意識をしましょう。本当にね、力ずくでやればいいってもんじゃないので、痛気持ちいいぐらいで、で、硬いところ見つけたらね、重点的にやってあげるといいかなと思います。でね、これだけだと物足りない、もしくはこの動画が長いって感じる人もいると思うので、YouTube はね、再生速度変えれますので、ぜひ自分で、やりやすいね、ちょうどいい速さでやってみていただければと思います。OK。そしたら次は、左足伸ばします。で、前ももマッサージしていきます。僕はこの前腕腕を使って、膝のあたりから付け根にかけてやっていくと良いと思います。膝から付け根にかけてです。呼吸はね、止めないようにしましょう。痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。もちろんこうやってね、手のひらでさすってあげてもいいと思います。腕でやってもどちらでもいいです。どうしてもね、こう正解を正そう、探そうとするとすごい大変なんで、まあまあ痛気持ちいいぐらいで筋肉が触れればいいですよぐらいに考えるといいと思います。OK。そしたら次、外もも行きますね。膝。伸ばしたまま、手のひらで外ももこうさするぐらいでいいと思います。結構外ももね、硬くなりやすいので、腕でやってもいいんですけど、結構ね、痛いと思います。なのでまあ僕は手のひらでさするぐらいがおすすめです。あとはね、ストレッチとかマッサージとかをやる時間帯についても、ご質問いただくんですが、理想はね、こう体温まってお風呂上がりとかがいいんですけど、お風呂上がりってね、まあみんなで晩ご飯だったりとか、
あとはもうね、寝る時間だったりしてできないって人もいると思うので、僕が一番おすすめなのは皆さんが習慣化しやすい時間帯ですね。朝が時間あるよって人は朝やればいいし、夜がいい人は夜やればいい。自分がね、続けやすい時間帯につけて習慣化していくと一番いいかなと思います。 OK。 そしたらですね、ちょっと左膝曲げてあげて、両手で軽くグー作ったら裏ももを叩いていきましょう。これも痛気持ちいいぐらいですね。まあ両手で揉んでもいいんですけど、個人的にはグーで軽く叩く方がこうリラックスできるというか緩まるなってイメージがあります。肩はね、あんま力入れすぎずに呼吸は止めないようにしましょう。で、こうズボラストレッチね、やっててもし疑問があれば、コメント欄にいただければ基本的に返信します。あと皆さんのね、疑問に答えてるズボラストレッチの教科書とかサブチャンネル、この概要欄に貼ってありますので、無料なのでぜひお時間ある時に見てみてください。オッケー。そしたら次、足指いきます。手を使ってしっかり足指曲げ切る、反らし切る。スピード勝負じゃないです。しっかり曲げ切る、反らし切る。普段動かさない範囲までしっかり曲げ切って反らし切りましょう。呼吸をね、止めないようにしましょう。で、こうよくね、あとストレッチとかマッサージ毎日やった方がいいですかって質問をいただくんですけど、もちろんどっちがいいかって言ったら毎日やった方がいいです。ただね、僕も含め多分ズボラな方がみんな見てくれてると思うので、毎日って結構ね難しいと思うので、基準としてはズボラストレッチは週に1回できてればもうそれで習慣化できてるっていう定義なので、最低でもね週に1回ぐらいは10分だけでも時間見つけてやっていただければ嬉しいです。よし、オッケー。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価いただけるとすっごく励みになります。一緒に頑張りましょう。2月限定無料メンバー登録でプレゼント。